皆さんこんにちは、ベーチインクの焚き火料理長です。よろしくお願いします。今回はスーパーで買われるバーベキュー食材ですね、お肉のワンランク上の調理法を教えていきたいと思います。バーベキュー用のお肉ですね、いつもよりちょっと贅沢に用意したのがラム肉の骨なしと、こちら骨付きですね、ラムチョップと、こちらがサーロインステーキ、今回はこれを美味しく召し上がるために仕込みですね、していきたいと思います。よろしくお願いします。ラム肉から仕込んでいきたいと思います。で、ラム肉を美味しくするためにはまずラム肉には臭みが乗っていますので、その臭みを和らげるためにニンニクと、あとベイブリーブスですね、ローリエを使って、臭みを取っていく。で、完全には取れないんで、まあ、ある程度の臭み、ハーブ類でちょっとね緩和させてあげるっていう感じで、やっていきたいと思います。ハーブと、ニンニクと塩もみしてつけてあげるために、このジップロックでこれを用意して中に入れてあげて、まあ、大体30分ぐらいを目安、本当はもう一晩とかもつけてあげた方がいいんですけども、今日いきなりバーベキューやるっていう時に対しては、まあ、30分ぐらい目安につけてあげればいいんじゃないかなと思います。はい、あとオリーブオイルを用意してあげて、このオリーブオイルでコーティングしてあげる、匂いとかも閉じ込めてあげる、お肉に対してという感じですね。で、これではやっていきたいと思います。で、まずはこの下味をします。はい、下味、塩はこのお肉に対してこれも 1% の塩をしてあげる、グラム対して 1% ですね、下味をつけます。あと塩コショウ、で、この振った状態でだいたい10分ぐらい寝かしてあげます。お肉を塩漬けして、寝かしてる間にニンニクをカットしてあげます。ニンニクはそうですね、さっきのお肉の量だいたいそうだな、300g、 300g に対してだったら、まあ、2片あればいいかなと、それぐらい目安、女性受けをするためにもやや少ない、ほんのり香るぐらいがちょうどいいですよね。これでカットします。で、ニンニクの芽は落としてあげてください。なんでかっていうと、このニンニクの芽が、苦味成分になってるんで、これを落としてあげないと、変な雑味、苦味を感じてしまうから、これを落としてあげればもっと美味しく仕上がると思います。スライスしていきます。はい、15分経ちました。お肉を漬け込んでいきたいと思います。ローリエが多すぎると、このローリエの香りって結構独特で、結構匂いが強いんで、これは1枚か2枚、それだけで十分です。はい、お肉を入れてました。すべてですね、これで。で、ここから全体的に味を回らせるためにオリーブオイルを入れたいと思います。オリーブオイルですね、ピュアオリーブオイルがいいと思います。やるのはエクストラバージンだと、エクストラバージンの香りが、独特の香りがあるんで、そうするとせっかくのラム肉の味が出ちゃってもったいないと思うんで、ピュアオリーブオイルを使っていきますね。サラダ油はちょっと厳禁です。サラダ油ってひまわりの種とかああいうのとか取って、香りって全然ないんですよ。で、あとせっかくダイエットしてる人とか、コレステロールと血が高い人とかには向いてないです。脂肪がたまりやすいんで、オリーブオイルはいくら飲んでもとか食べても太らないってことはないんですけども、サラダ油の方は太りにくいっていう健康的な面でも。で、これをよく揉んでいきたいと思います。で、ここでしっかり空気を抜いてあげます。空気が入っちゃうと酸化してお肉の色とか変わってきちゃうので、ここでしっかりと空気を抜いてあげると。で、ここをジッパーしてあげて、はい、できました。
常温でいいので、まあ日陰のですね、直射日光当てないでください。腐っちゃうんで、傷んじゃったりするんで、涼しい部屋のところに置いてあげて、ここから30分から1時間寝かしてあげます。はい、ラム肉の仕込みはこんな感じですね。これは本当に誰でも簡単にできるんで、はい、まあ、これは以上です。はい、じゃあ、サーロインステーキの味付けをしてきたいと思います。このスーパーでどこでも手に入るようなオーストラリア産のサーロインステーキですね。まあ素朴なんですけども、このお肉自体、それをどうやって美味しくしていくかっていうところが、この今回のメインとなっていきます。じゃあ下味をしていきたいと思います。で、使うのがお塩と、はい、粗挽きの胡椒、これもどこでも売ってます。あとガーリックパウダーですね。こういうのを用意してください。そうすると美味しくなります。はい、本当に誰でもできます。では下味します。つまみ指を作ってあげて、上から振ってあげると、はい、塩をつまんであげて、こうですね。で、上からこう指をゆっくり動かしてあげながら振ってあげると、こうですね。そうすると、きれいにしっかり全面に塩が行き渡って、バランスのいい塩加減になってきたり、で、胡椒も同じようにつまんであげて、はい、これで OK。 塩をなじませてあげるために、こう少しだけ触ってあげると、トントントンと、あんまベタベタ触ったら汚いし衛生的に悪いって、優しくね、触ってあげる。はい、次はガーリックパウダー、これを振っていきたいと思います。これも同じく、全部調味料系は上から振ってあげる。で、これでもう下味ができたので、もうこれですぐ焼き上げちゃっても問題ありません。はい、もう本当にサーロインステーキは簡単です。以上です。今回の動画を見てくれた皆さん、ぜひこの調理方法をぜひ試してみてください。そうすればきっとあなたやると思いますよ。今後ともビレッジインクは YouTube で動画配信をしていきますので、ぜひよろしくお願いします。で、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは今回も見てくれてありがとうございます。チャオ。